吉本祇園花月プレゼンツ祇園ラジオ。こんばんは。毎週この時間は NMB48 の放課後ニュース。今週は京都出身リポポこと小谷里穂がメイン MC を担当します。ちなみにこのコーナーは私とリーちゃん、ケイチの3人が交代でメイン MC を担当するんですが、毎回 NMB48 のいろんなメンバーが登場しています。今週のゲストはこの2人です。はい、あやちゃんこと村上あやかとゆりこと太ゆりです。よろしくお願いします。イエーイ。ではトークテーマはですね、はい、最近のあー怖かったっていう話です。怖い。なんでそんなちょっと緩いんですか今日。いつもですよ。あ、こんな感じなんですか。はい、緩いんです。OK です。じゃあ緩く頑張ります、はいはい、ありますか。怖かった。はい、あのあやば、私この前あのこう家にとことか帰ってたんですよ、はい、で家入ろうと思ってこう歩くじゃないですか、うん、ほんならセミがひっくり返ってて、マジかと思って、まあ、見なかったことにしてこう、うん、行こうと思ってさーってこう見てない見てないと思いながら行ったんですよ、うんうん、ほんならいきなり飛び出して飛んで壁にバーンぶつかってバーン死んだんですよ。えでギャーって叫んだら、うん、あの向かいの家のおっちゃんが出てきてくれました。わ、優しい。っていう怖い。そのセミは死んじゃったんですか。セミ、そうかわいそう。なんでじゃあ寝転がってたの。何回かぶつかったんかな。多分もしかしたら暑さとか、あ、しんどかったんかな。セミって暑さでやられるんですか。でも1週間しか行きひんから1週間目やったんちゃう、ちょうどそんな感じ。吐かない、うん、そうなんやと。そう、吐かないね、セミって。まあ怖いけど近所の人あったかかったってことは、あやばが物騒なことあったらすぐに近所の人出てきてくれるそうです。だからいいよ、はい、ゆりちゃんは。私はあのなんかとあるテーマパークに前、うん、メンバーで行った時に、うんうん、なんか今ゾンビのなんかお化け屋敷みたいなのがあるんですよ。それがほんまに怖くって、もうゾンビ大好き。みんなも油断してて、うん、怖かったです。あやかさん行ったんですか。行った。どうでしたか。この前三田真央と村瀬さえちゃんと行ったんですけど、うんうん、はい、あの三田真央の顔が一番怖かったほんまに。真央キュン、真央キュン怖そう。キヤーって叫ぶんですけど、はい、その顔がめっちゃ怖かったというわけで NMB48 がお送りしています。 NMB48 の放課後ニュース。私たちへのメッセージの宛先はこちら nmb@kbs.ne.jp です。それではここで AKB48 グループからのお知らせです。あやばお願いします。はい、今年4月に開催された AKB48 グループ臨時総会白黒つけようじゃないかの DVD ブルーレイが9月25日に発売されます。 AKB48 グループ総出演公演のライブ本編に加え、コンサートの進行過程や舞台裏を記録したメイキング映像とバックステージでのメンバーの素顔を撮った特典映像を収録しています。皆さんぜひチェックしてくださいね。祇園ラジオ NMB48 の放課後ニュース。お相手は私リポポこと小谷里穂と、あやちゃんこと村上あやかとゆりこと太田ゆりがお送りしました。バイバイ。バイバイ。それでは曲紹介、ゆりちゃんお願いします。はい、 AKB48 チームサプライズで君が思ってるより。こんばんは。毎週この時間は NMB48 の放課後ニュース。今週は滋賀県出身ケイチこと城西ケイがメイン MC を担当します。ちなみにこのコーナーは私とリポポリーちゃんの3人が交代でメイン MC を担当するんですが、毎回 NMB48 のいろんなメンバーが登場しています。今週のゲストはこのお二人です。はい、ゆっぴこと山口ゆきです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ゆきつんこと東ゆきです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、それでは今日も行きましょう。はい、今回はね、メッセージをいただいています。お、とラジオネームピンタンくんからです。ピンタン、ピンタン。ステージの裏では何か気をつけていることはありますか。いっぱいあるよな、うん、ある。出る方向ってあるやんか、なんか、うんうん、あるね。まあ私たちは上手下手って言ってるんですけど、 その例えば上手から出てこう上手に履けるんですけど、うんうん、次下手に行くときにさ、うんうん、こう舞台を通って下手まで行くわけにはいかへんから、あの後ろの裏側を通るじゃないですか、うんうんうん、その時に道が狭くて暗いから、うん、
こっち通りますよとか言いながら走ったりとか、ね、そうすごい向こうから走ってくる人とかいるから、そうやば、あぶつかるわと思いながら、雪壁になる時あるもんだから、うん、なあこうあこが広い時テンション上がる、そう広かったら、うん、あ今日はちょっと安全やなってなる、そう狭かったらね、ちょっと壁にならないとダメな時がね、そうステージの裏ではね、そういう、そう、うん、なんていうのそういうこともそういうこともねあるんですよ。ゆきつんはマイク、うんうんうん、マイクって番号が振ってるじゃないですか、あ、うんうん、それの見間違いで撮っちゃったりっていうのを多分メンバーみんな気をつけたりしてるんで、気をつける、自分のマイクがあんねんな、そうです、そう番号がついてて、それやっぱ人の持って行ってしまったら大変なことになるから、ね、ちゃんと気をつけて、間違えた時のみんなの目が怖いよね、すいません、途中でたまにこれ自分のじゃない、そうってなった時はやばい、そうちょっと怒られちゃうから、うん、やばいやばいと思いながら、ケイちゃんは、私はね着替えかな、着替えか、うん、焦る、そう、やっぱり曲が何曲がある時に着替えやったら全然大丈夫やねんけど、うんうん、早着替え得意やねんか、ああそうか、そうでも1曲だ、間が1曲だけで、うんうん、1曲の間に着替えなあかんってなったら結構焦る、確かに、あとなんか衣装部屋ってやっぱり何回も着替えるから、うんうんうん、服が結構衣装が散乱しちゃうから、私はできるだけ暇な時にメンバーの服をかけていく、すごいな自分しかかけてないわほんまに、でもしかもメンバーが多いからさ、そう衣装部屋に大変キチキチなんですよね、絶対これ間に合わへんって一人で叫びながら、叫ぶそう絶対間に合うねんけど、でも、うんうん、大変よな、うん、ね、そういう一面も、はい、そうということでね、舞台の裏側のお話を聞いていただきました、はい、NMB48 の放課後ニュース、私たちへのメッセージの宛先はこちら、 nmb@kbs.ne.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで AKB48 グループからのお知らせです。ゆっぴーお願いします。はい、今年4月に開催された AKB48 グループ臨時総会、白黒つけようじゃないかの DVD ブルーレイが9月25日に発売されます。 AKB48 グループ総出演公演のライブ本編に加え、コンサートの進行過程や舞台裏を記録したメイキング映像と、バックステージのメンバーの素顔を撮った特典映像を収録しています。皆さんぜひチェックしてくださいね。ゲオンラジオ NMB48 の放課後ニュース、お相手は私、滋賀県出身ケイチこと城西ケイト、ゆっぴこと山口ゆうきと、ゆきつんことあずむゆきがお送りしました。バイバイ。それではゆきつん、曲紹介お願いします。はい、それでは聞いてください。AKB48 チームサプライズで君が思ってるより。こんばんは。毎週この時間は NMB48 の放課後ニュース。今週のこの時間は滋賀県出身リーちゃんこと近藤里奈が名 MC を担当します。ちなみにこのコーナーは私とケイチリポポの3人が交代で名 MC を担当するんですが、毎回 NMB48 のいろんなメンバーが登場しています。今週のゲストはこの2人です。はい、香川のうどんはチャンピオン、あなたの具材は例のピョン、うどんの都香川県から来ました、宇宙一かわいいうどんの国の姫様、レナピョンこと川上レナです。よろしくお願いします。はい、皆さん起きてますか？起きた。ありがとうございます広島県からあーぽんとやってきました、あーぽんこと沖田彩香17歳です。よろしくお願いします。イエーイ。レナピョン自己紹介変わった、ね、変わってないよ、ずっとこれやんか最初から。まあ、ちょっとなんかいろいろ入ってるけど、なんか宇宙になってんねん、うん、今日聞いたら。そう、なんか日本って言ったらもう今怒られるから、うん、とりあえずあの褒めてあげて、宇宙一かわいいよ。そう、宇宙やから可愛いよ宇宙。あ、ありがとう、リちゃんもかわいいよ。ありがとう。はい、はい、今回のテーマはこう見えても私〇〇なんです。はい、はい、うん、何、うん、レナはこう見えても、うん、結構真面目。ああ、なんか真面目。どういうところが、どういうとこ、なんかレナってなんかめっちゃバカそうに見えてなんかバカバカやって言われるけど、うん、実はちゃんと勉強もすんねん。勉強な、パーポンは実はこう見えて乙女。ああ、そうなんや。だってね、料理も作るし、うん、洗濯するし、うんうん、掃除するし、うん、意外としますよ。こう見えてもっていう子乙女やんだって。いや、なんか見た目はそう思われないから。そうなん。そう、
え、結構うちも乙女やなと思ってんだ、ポンのこと。見た目とかでも。え、レナピョンは？レナはエロい人やと思ってた。違いますよ、私実は乙女なんですよ。ゆーちゃんは？私は結構本読むんです。え、意外。そうなん？寝る前絶対に本読む。例えばどんな？なんか、小説とか、まあ、携帯小説とか言ったらまあ読むやんってなるやんけど、ミステリー小説とか本屋さん行って買って読んだりしてる。そう、もしそれレナが買ったら読めんな感じ。リーちゃんさ、途中で絶対分からん感じとか出てくるやんか、結構なんか難しいやつとか。それ調べんねん。えらい。すごい。リーちゃんえらい。レナやったら分からん感じが出てきたら、なんか自分で適当に読みがなつけて物語つなげて読む。わ、すごい。やろう、すごいね。なんか豊富ですね。やった、すごいやレナピョン。そう、すごいね。はい、というわけで NMB48 がお送りしていますNMB48 の放課後ニュース。私たちへのメッセージの宛先は nmb@kbs.ne.jp です。それではここで NMB48 からお知らせです。ルナピョンお願いします。はい、私たち NMB48 の8枚目のシングル「カモネギックス」が10月2日にリリースされます。ぜひ皆さんゲットしてくださいね。祇園ラジオ NMB48 の放課後ニュース、お相手は寿司、滋賀県出身リーちゃんこと近藤里奈と、レナピョンこと川上レナと、アッポンこと沖田彩香がお送りしました。バイバイ。それではアッポン、曲紹介お願いします。では聞いてください。 NNB48 でカモネギックス。こんばんは。毎週この時間は NNB48 の放課後ニュース。今週は京都出身リポポこと小谷里穂がメイン MC を担当します。ちなみにこのコーナーは私とリーちゃん、ケイチの3人が交代でメイン MC を担当するんですが、毎回 NNB48 のいろんなメンバーが登場しています。今週のゲストはこの二人です。はい、そこのキミ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 うかうかしとったらうーかにうっかりハート奪われんで、覚悟しときや。ヒュー、ありがとうございます。大阪府出身高校1年生16歳のうーかこと加藤優香です。よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ。はい、みんなの気持ちを全部没収、その代わりに週の笑顔をナイス週ゴー。ありがとうございます。大阪府出身中学3年生14歳のシュウコテーブスタシュウです。イエーイ、ありがとうございます早速じゃあ行きましょう。はい、今日のテーマはですね、はい、じゃんちゃららん、私の元気の源です。おお、 ありますかね。ゆうかは、なんか気持ちが沈んだりした時は、好きな曲聴いて、ノリノリになったら、なんか自然と元気になります。何歌聴くの？ワンピースが好きなんですよ、アニメの、そう、だからそれの主題歌聴いたりとかしたら、めっちゃノリノリになって、いつの間にか元気になってる。いいね。じゃあちょっと今私は気分が沈んでるから後で教えてその曲。わかりました。お願い。そうなんですよ。じゃあシュウは何かありますか？シュウは、はい、好きなアニメ、を見ます。アニメを見る、あ、何で今違う歌ですか？びっくりした。好きなアニメの曲を言ってくるのかと思って好きなアニメを見る。好きなアニメってか、何？うるせえやつらが好きなんですけど。ラムちゃんやん。そう、ラムちゃんが大好きなんで、その動画を見たり、アニメの動画見たり。でもシュウが生まれた時ってラムちゃんやってへん。そうですね、もうすでに終わってました。終わってるやんな。でもゆうかも知ってます。何で知んねやろ、ラムちゃんとか。なんかママの親の影響ってかもありますよね。なるほど、愛されてるね、ラムちゃん。めっちゃ可愛いですからね。関係ないけど、私の飼ってる犬、ラムちゃんっていう名前なんです。そうなんですか。そうなんですか。めっちゃ可愛いじゃないですか。終わりましょう。というわけで NMB48 がお送りしています。NMB48 の放課後ニュース。私たちへのメッセージの宛先はこちら、 nmb@kbs.ne.jp です。それではここで NMB48 からのお知らせです。うーかお願いします。はい、私たち NMB48 の8枚目のシングル「カモネギックス」が10月2日にリリースされます。
ぜひ皆さんゲットしてくださいね。祇園ラジオ NMB48 の放課後ニュース、お相手は私リポポこと小谷里穂と加藤優香と藪下シュガーをお送りしました。バイバイ。それでは来週曲紹介お願いします。はい、では聞いてください。 NMB48 でカモネギックス。祇園ラジオ KBS 京都がお送りしています。